こんにちは、海です。テラリウム作りの続編です。前編も見ていただけたら嬉しいです。使っていくドライフラワーを準備します。今回使用するお花たちです。一種類ずつお皿に取り出していきます。用意ができたらお花を乗せていきます。モスの上にレジン液を塗って、お花を置いていきます。お花が置けたら爪楊枝で微調整をして硬化させます。お花の上にもレジン液をのせていきます。
レジン液が濡れたら硬化します。続編は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。次の動画で完結なので、また見に来てください。概要欄もよろしければご覧ください。